はい、282回、始めたいと思います。本当はですね、もう完全にシーズン終わってからと予定したんですけども、まあ、スポーツ界、今年は大谷翔平さんでしょうね。今年はというか、今年もなんですけど、いや、とにかくすごいですよ。で、今日も試合やって、今日はピッチャーじゃなくて、なんだ、DH の打つ方だけで出たみたいですけど、まあ、昨日まで18戦連続安打っていうことで、自己最長、記録を更新してたんですけど、今日止まったみたいですね。なんかデッドボール受けて、その影響はちょっと心配されてるみたいですけど、何もなければ明日登板、最終戦で最終登板っていうことで、16勝目かけるのかな、今15勝、確か、とにかくね、すごいっすね。すごいって、みんな知ってるっちゅうの、そんなのっていうね。まあ、誰が見たってすごいんだけど、漫画みたい。本当に。で、MVP 争いとか言ってますけど、まあ、ただそのジャッジっていうのがね、60本ぐらい打ってるんでしょ。で、ダントツのホームラン王なんですよね。これね、まあ、この大谷翔平の二刀流、これはね、評価が割れるっていうんじゃないけど、まあ、みんな評価するんだけども、何せ今までこんな人いなかったもんだから、どんだけすごいかが分からないっていうかね、評価が難しいっていうかね、いうことだと思います。で、15勝して何本 ?30 本今、ニューヨークヤンキースのジャッジが61本、ホームラン打ってると。いうことで。大谷翔平は、書いてないか。今のところ勝ち星は15勝ですよね。私の記憶では。ホームラン出てないな。30本ぐらいは打ってるんだよ、確かな。まあ、私ちょっとね、本当にね、わからないんで。あ、15勝34本塁打。15勝して34本ホームラン打ってる。34本っていうのは多分、リーグでベスト5に入ってんじゃないかな。ということで、これね、MVP 取ってほしいですね。で、契約更改。とりあえず来年度もエンジェルスってことで、1年契約。なんと 43.5 億円。これで合意ということでね、1年契約。ダルビッシュの、2500万ドルを超えて、3000万ドルですから、日本人最高の年俸記録を更新したということですね。このね、数字がね、もう、まあ、我ら庶民にはちょっと、わからない。1年間で、まあ、ダルビッシュ今まで2500万ドルだったのが、3000万ドルということ。43億円年俸。これが高いのか、いや、高いよ。もちろん高いんだけども、どの程度すごいのか。まあ、1年契約では、なんか、史上最高額みたいなんで、まあ、最高の評価はしてもらってるんでしょうけど、ちょっと大谷翔平君の場合はね、異次元っていうかね、漫画みたいっていうかね、こんなやつ今までいなかったんでっていうことで、なかなか難しいですよね。で、MVP もね、これ大谷翔平に今年も去年もらってますんでね、すでに。去年より断然成績いいんで、これで上げないのも不思議なんだけども、まあ、61本もまあ、これはすごいですわな。まあ、だからそんなあんまりこだわらずに、まあ、とにかくね、もう私49ですけど、親心じゃないですけど、最後、健康でね、怪我せずに、野球人生最後まで全うしていただけたら、絶対それなりの成績っていうのは大谷選手の場合は残るんでね。健康に注意して頑張ってくださいっていう親心です。はい。ということでシーズン終わってから本当はやりたかったんですけど、もうタイミングは今日しかないかなってことでやりました。明日10月6日の最終戦の登板、これ勝ってもらってね、ぜひ16勝して終わってもらいたいなと思います。東北出身ですよ。岩手出身、東北の誇り、お
谷翔平選手、頑張ってください。ありがとうございます。終わりにしたいと思います。失礼します。